アメリカ国立公文書記録管理局が所蔵するズーマティック 8mm 撮影機、リージェント家庭用 8mm 映写機。ベル&ハウエルはアメリカ合衆国の映画用機材を製造する企業として1907年イリノイ州ホイーリングに設立された会社である。ベーベシステックが2003年に買収し、ベーベベル&ハウエルとなるが、2011年にバーサキャピタルマネジメントが同社を買収、社名を元に戻した。現在は文書処理、マイクロフィルム機器、スキャナ、金融サービスを供給する企業である。同社のベル&ハウエルの商標は様々な電化製品メーカーにライセンスを供与している。日本ではベルハウエル、ベルハウエルなどの表記で知られる。1923年に発売されたフィルモ70の後継機、フィルモ75。セシル・B・デミル監督とベル&ハウエルの技師たち。1920年。1907年2月17日、ベル&ハウエルカンパニーは設立された。イリノイ州クック郡の記録簿には8日後に正式に登録された。同年同月19日の朝10時、最初の株主総会が法律家 W.G. ストロングの事務所で開催された。最初の取締役会が1年の任期で選任された。取締役会長にドナルド・ジョーゼフ・ベル、秘書役にアルバート・サマーズ・ハウエル、副会長にマーグリット・ブイベルといったメンバーであった。ベルとハウエルの二人は映写技師であった。同年 35mm フィルム映写機のロータリー、フレーマーを発表、フリッカーを軽減した。1908年 35mm フィルムのパーフォレーションの先行機を発表、さらに翌1909年には 35mm フィルムの業務用撮影機を発表、以降その生産を続けた。この手回し撮影機スタンダードシネマトグラフ2709は初期のサイレント映画に使用されたが、非常に高額でチャーリー・チャップリンの他は3つの映画会社しか所有できなかった。1911年、映画の現像上向けの焼き付け機材を発表する。歴史上、同社は様々な異なるメディア技術を提供した。1920年代からは、記録映画やニュース映画、アマチュア映画向けの小型映画用撮影機、映写機の開発を開始する。家庭用に成功を収めアマチュア映画のムーブメントを生み出した 16mm 撮影機フィルモ、報道の分野で戦後のテレビ界でも活躍した 35mm ハンディカメラアイもオートロード EE といった撮影機を製造した。16mm フィルム用のサイレント、サウンドの両映写機や 16mm フィルム用の軍用眼カメラ N-6A 型撮影機等である。1926年10月4日、番妻、立花、ユニバーサル連合映画の撮影所に、カール・レムリが送り込んだ6台の撮影機は、いずれも同社の製品であった。1928年からは、京都の大沢商会が、同社の光学機械の輸入を開始、大沢義夫はやがて1933年、JO スタジオを設立するに至る。1934年、同社は、初めての軽量小型の 8mm 撮影機を発表、フィルムカセットを導入した。以降、スタンダード 8mm フィルム、1965年以降は、スーパー 8mm フィルム向けの撮影機と映写機を製造した。1935年、同社は第7回アカデミー賞において、全自動音響及び焼き付け機材の開発に対し、アカデミー科学技術賞が贈られた。キヤノンとの提携で生まれたデミ。1946年にはマイクロフィルムの製造を開始している。1948年に発売したスチルカメラ、フォトンは短命に終わった。他にもスライド映写機やオーバーヘッドプロジェクタなどを手掛けた。1949年から1964年まで後の政治家。チャールズ・パーシーが社長を務めた。パーシーの経営によって、売上高は32倍増に飛躍し、ニューヨーク証券取引所で株式を公開するに至る。1954年、同社は第26回アカデミー賞において、映画産業の進歩における開拓者的、基本的功績に対し、アカデミー名誉賞を受賞した。1961年から1976年にかけて、日本の企業キャノンと提携、スチル写真用のカメラを製品のラインナップに載せた。35mm 一眼レフカメラは、キャノンがベル&ハウエルのロゴをつけて製造したものである。キャノンキアノネットシリーズ、キャノンデミシリーズ等である。ベル&ハウエルは、1970年代の初期には映画用撮影機の生産をやめていた。1962年及び1963年の5月、同社が提供する ABC のドキュメンタリーテレビ映画の冠番組、ベル&ハウエルクローズアップが第14回及び第15回プライムタイムエミー賞で各賞にノミネートされる。同年11月22日、ケネディ大統領暗殺事件を偶然撮影したダラス市民エイブラハム・ザプルダーが使用したカメラが同社の 414PD 式 8mm 撮影機ズーマティックであったため同機はザプルダーカメラと呼ばれるようになる。アップル2ベル&ハウエルモデル。ベルメディア傘下のカナダのテレビ局 CTV トロントのキャスターオースティン・デラニーは1960年代から1970年代にかけてカナダのベル&ハウエルの社長を務めた。1960年代にはコンソリデーテッドエンジニアリングを買収、後に1970年代半ばにデュポンに売却した。同社は学校や企業向けのメディア機材の供給におけるリーディングカンパニーであった。フィルム現像分野の事業は分社化してBHP 社となり、現在ではリサーチテクノロジーインターナショナル社の一事業部となっている。1980年代にはユニバーシティマイクロフィルムズインターナショナルを買収、プロクエストという製品を製造した。UMI社は2001年6月6日、同社はプロクエストとなり、ニューヨーク証券取引所に上場している。1982年12月1日、教育向けに Apple II のベル&ハウエルモデルを発売した。同社は1907年に社内に教育事業部を設立している。同事業部は1966年にベル&ハウエルスクールを創立した。同年、同事業部はデブライ技術研究所の経営権を取得する。2年後の1968年、同事業部は同研究所の経営収益を通じて、オハイオ州、コロンバスのオハイオ技術研究所を買収した。これらは現在、デブライ大学になっている。長年にわたり、同事業部は多様な研究組織や研究所の売買を通じて、多額の利益を得ている。インターネットムービーデータベースによれば、同社は1941年に7本、1969年に1本の映画を制作した記録がある。ありがとうございます。